ミコワイ2世は、オポーレ・ブジェク・スチェルゼ・ニエモドリン公、および単独のニエモドリン公。オポーレ・公ミコワイ1世の三男、母は、ブジェク・コー・ルドビク2世の娘マグダレナ。1476年に、父が死ぬと、ミコワイ2世は二人のニー・ルドビクとヤン2世と共に、オポーレ、ブジェク、スチェルゼ、ニエモドリンを共同で相続した。しかし、長兄、ルドビクは、 同年すぐに休止し、年少のヤン二世とミコワイ二世が二人で広告を統治することになった。正確な日時は不明であるが、その後広告はこの二人の間で分割された。しかし間接的な資料からの推測によれば、ルドビクが死んだ直後、すでにミコワイ二世はニエモドリンの独立的な支配者となっており、おそらく公式の単独統治者であった。分割がいつだったにしろ、 年長のヤン二世がオポーレを含む大部分の地域を確保していた。ミコワイ二世は政治面では一貫して兄を支援していた。1477年、皇爵兄弟はオレシニザココンラと10世からプルドニクを買い取り、1494年にクリビセを、1495年には都市役を手に入れた。唯一の領土創出は1481年。 レグニツァコーフリデリク一世が8500グジブナをび1500ドゥカートで無クを買い取った時である。外交面では、ミコワイ二世は強大なハンガリー王マーチャーシュ一世と彼とボヘミア王位を争うポーランド人の対立王ブラディスラフとの間の権力バランスを崩そうとしていた。しかし、ポーランド人候補に肩入れするあまり、ハンガリー王に攻撃的な態度を取り続けた結果、 ミコワイ2世は1487年にコジュレでハンガリー王に逮捕、投獄された。ミコワイ2世は1万5000ハンガリーズオーティモの莫大な身の代金を支払い、ようやく解放された。オポーレの諸公達はその年に再召集されたニュルンベルクでの帝国議会には出席することができた。しかし彼らとハンガリー王との緊張関係は、 1490年に、マーチャー主一世が死ぬまで続いた。1497年6月、オポーレの諸公達と、チェシンの諸公達との間で続く紛争を解決するため、ニサで会議が開かれた。この会議には、ニエモドリンコミコワイ二世、チェシン公カジミエシュ二世、オパガコビクトリンス、ポジェブラトとその弟のジェンビツエコインジフ一世、 ブローツワフ司教ヨハン四世イロートなどが出席した。ところが会議中の6月26日、悲劇が起きた。理由は不明だが、ミコワイ2世は、カジミエシュ二世とブローツワフ司教を誘そうとしたのである。メシ使いや、家臣の貴族にも手伝わせたこの人情沙汰が失敗に、終わると、ミコワイ2世は、ニサシ当局の追及を交わそうとして、同志の聖約部教会の門前に避難し、 聖書に逃げ込ませてくれるよう頼み込んだが、捕まって、地下牢に投獄された。貴族たちが再召集され、獄に繋がれた、ミコ愛二世をどうすべきか論じあった。最終的に彼らはミコ愛二世に対し、ニサの監修法を適用することに決めた。公爵が王家の血を引く諸行であるにもかかわらず、である。公爵を解放する試みは、当時シロンスクの総督を務めていた。 カジミエシュニ世の猛反対によって、どれも失敗に終わった。そして、カジミエシュニ世は自分を襲った、ミコワイニ世に対して最も重い刑罰を受けさせる、ことに決めた。死刑である。すべての裁判過程がドイツ語で行われ、ミコワイニ世にはおそらく全く理解できなかったと、考えられる。ミコワイニ世は兄に手紙を書くことだけは許され、手紙の中で、 自分の両国をすべて兄に譲ることをしたためた。裁判は、おポうれの市民や、公爵の兄の介入を避けるため、ほとんど即決状態で簡単に行われた。ミコアイ2世は、事件の翌日である1497年6月27日、ニサの市場に置かれている、断頭台で首を切られて死んだ。民間伝承によれば、公爵の最後の言葉は、以下のようなものだったという。 にさよ、にさよ、何時は、私の先祖が何時を教会に与えたがゆえに、私を罰するのか、私に償わせようというのかミコワイ二世は未婚であり、子供もなかった。医師により、公爵の亡骸は、オポーレにあるフランシスコ会の教会に埋葬された。彼の墓石には、以下のような墓碑鳴が記されている。 高潔さのために裏切られ、勇ましく剣の下に首を差し出した者、ここに眠る。弟の処刑の方を聞くと、ヤン二セイは軍隊を召集して、チェシン公国に報復のための遠征をしようと準備を始めた。しかしながら、総司権者である、ボヘミアンオブラディスラフが説得に動いた結果、遠征は取りやめになり、シロンスクの内戦は回避された。ありがとうございます。